お疲れ様です。サラットです。今日はですね、こちら、5個数だけロワイヤルということでやっていきたいと思います。5個数ユニットのみで戦っていきます。前回ね、6個数だけかな。はい、やったと思うんですけど、まあ、それの5個数版ですね。で、なんか、クララの5個数はね、結構カードいましたね。今デッキ組んでる8枚の他に、まあ、ボーラー、ファルチェ、ライドラか、まあ、でも言うていねえのか。合計11枚かな。はい。まあ、いるということで、まあ、選抜メンバーのね、ジャイネクロ、まあ、バババルーンと、まあ、チャンピオンのアチャクイがいるので、まあ、前回のロッコス軍団に比べたらよ、スパーキー、ゴブジャイ、ロイジャイ、キョスケとかと比べたら、まあ、圧倒的優秀ですよね。もうなんか見てわかる。プリンス、ムート、まあ、バルーンであったりとか、しかも選抜メンバーなんでね。はい。もう、ボーラー、ファルチェ、ライドラは、今後のね、活躍に、はい、期待しておりますということで、今回選抜されたね、この8名で戦っていきたいと思います。さあ、墓石エレスピ、ロイジェイです。ロイジェイザッピー、ゴリゴリのテンプレです。きついです。助けてほしいです。おー、それでも、なんていうか知ってるか、君。チンパンって言うんやで。俺、いや、強い。いや、マジで、めっちゃいい受けするね、君。いや、ザッピーがいるんですよ。いや、ザッピーいねえわ。嘘ついた。LSP なんでザッピーいないっすね。ザッピーいないんだけど、何がいるんだ？ハンターか。いや、でもネクロめっちゃいい。ネクロめっちゃ頑張ってる。あ、でも5コスで、あれ、ウィザードもだな。ウィザードは今回選抜に選ばれてないですね。かわいそうに。おー、読んでくるね。読めてないけど。いや、マジでハンター咲いたらバラポーンですね。わかりましたか？ハンター咲いたらバラポーン。いやー、渋い。いや、ラムの遅延がちょっと下がってるので、バランス調整でね、前回のかな。そう、意外とね、ロイの防衛がしもいでやんす。どうするこれ。一回、ケツムで、トリトンいないし、ロイキとも守れるでしょ。いやー、墓石と、いや、俺のこの、よりすぐりの選抜メンバーでも勝てないっていうのか。いや、まだ甘い。一旦ケツラミ行こう。いや、マジで墓石に戦えるやつさ、ネクロさ、見てわかるこれ。なんか、ね、変わったんだよ。絵柄が。なんかバルキリーとかもさ、ちょっとなんか、ヤンキーバルキリー。おそれはお兄さん、やってます。で、ライトニングが来るんで、バルーン先に行っちゃうとね、ちょっと遅れてから、バルーンぐらい飛ばしてあげて、からの、いや、まあ、防衛ライトしたよね。したいけども、逆も攻めていくからね、これ。見て、ハンター出す。そんなことしたら見てよ、この逆。止まらない。あ、止まる。ガチやばい、止まんな。いや、でもこれノックバックで。いや、めっちゃいい受けする。さあ、ラムで、攻めていくよ。あー、やばい。あ、でも、皆さん、救世主がいます。なんと、普段はね、マジで黄色い帽子かぶってるだけやんっていう。マジでマリオのキャラクターの一部ですかっていう、ゴミキャラと言われるね、バーパリアンが、今回相手がライトニングのことによって、超スーパー大活躍ね。んよーすごいババの間から。しかもネクロが絵柄変わっただけと見せかけて、実は強化されてましたね。いや、されてないですけどね。俺が使うと、なんでも強化行ってみたかったぜ。いや、マジで。でも、聞いて。このデッキな。マジで聞いてほしい。いや、届いて。お願い。このデッキな。削れてんだよ、これが。これ、煽りでもなんでもないからね。でも、相手はもう焦って端前ロイとかするしかないんだよね。これさ、脳死ジャイバルーンで勝てない。脳死ジャイバルーン、レッツゴー。ジャイでもね、バルーンでもなんでもいいんだよ。もう、バルーンのバカが届けば、オイラの勝ちです。勝ちました。ジャイが取りましたね。はい。ジジイです。ということで、まあ、5コースデッキね。まあ、見てわかる通り、多分強いんで、今日全勝を目指してね、やっていきましょうか。で、まあ、呪文がないので、てか、スケラか。あれ ?5 コースのカード結構いっぱいあるわ。あれ最初俺何言ってたんだ？頭悪かったっすね。はい。ライドラファルチェ、ボーラーに、いっぱいいるっすわ、5コース。このデッキの入ってないやつ。ね、ウィザード、ジギーでしょ？スケラやろ？あれ？結構いるっすね。ファルチとかもか。言ったっけ？もう覚えてもない。で、この範囲攻撃マシマシは、ボーラーがいじめられちゃうんで、ボーラーとかネクロが、あ、じゃあババがいじめられるんで、タゲ取られてからのカウンター行きたかったけど、全然カウンターならんやないかい。強い。君、陸行けない。行ってこい。うまいけ、うま。あ、ゴリゴリ勝て、ゴリラ来たな。いや、これでもさ、しばいてくんねえかな。いや、熱い。これ、普通にスケキンのスキルの受けがさ、渋いんですよ。まあ、じゃファイヤーオディジこと、ね、ウィザードちゃん抜いてるので、ファルチェもか、ボーラーもか、ネクロしかいいなわけですよ。そして、こうやって。いやー、今回のデッキ、えぐいなー。あんまり言いたくないけど。危ね。決めっすね、マジ。いやー、マジかー。いや、だがしかし、チャンスではある。これ、ボーラーいない、ネクロでしょ。いやー、これ、コウモリもいるんですよ、これ。多分、俺ね、わかるんですよ、この相手のデッキがそう。相手のデッキ分かってしまう。自分もそれまたキモいんですけども。まあ、スケラですね。やゆきのスケラです。はい。で、ボーラーやろうと、いや、これチャンスですね。チャンスタイムです。これだってもうバルーン組んで、チンやないか。あ、ごめんなさい、マジで。今日はね、頭悪いじゃんって思うかもしんないんですけど、別に朝動画撮ってるだけなんですよ。そう、寝てないから、別にこうだって、人間誰しも、寝てないと、ある程度のね、なんなら脳が小学生になると言いますか、皆さんも幼稚園児になると思うので、寝てないと。これはね、僕が悪いんじゃなくて、寝てない、寝なかった、俺が悪いじゃないか。いや、でも勝てそうだね。勝てばなんでもいいか、クララは。こんなんもう、オラ見ろや、ババ悪いんじゃないかい。でも、マジで、ババが意外とええ味、出さん。全然出さんやないか。頑張ってくれよ。バルーンが、こんなん見てんだか。俺は何言ってんだ。いや、でも勝てば正義だな。結局よ。結局のところね。これだって勝てば、いや、マジでやばいな、この動画。あれボツにできるぐらい、やばい。普段の、多分冷静な俺だったら、9割方ね、多分動画に出さないけど、今日はその1割を引き当てます。素晴らしい大当たりをね、当てたことになります。いやー、これ言ってもいい気はするけど、これで、あれ、ムーとしばけるってなったら結構熱いんですよね。いや、これ、皆さんわかります？相手のプリンス、ランパに対してプリンス出して、ムートも壊してるんで、で、ベビドラも美味しく言うけど、もう、このジャイムートタダです。これでコストトントンは言い過ぎだけど、今6コスぐらい。気持ちマジでトントンレベルなんですよ。もう全コス使ってます、相手これ。だからもうこれで、ジャイになんか似たらしきたら、それがあなたの限界値です。なんで、あなた、コストない闇の、マジで何でもできる。それ噛むのだけはダメ。いや、これ間に合い。いや、間に合わないけど、もう相手コストないんですよ。GG です。いいね。これでなんならもう1名出してきた時にはよ。端前バーバリアンなんて言っちゃうからね。あ、待って、ガチでいい。これね、見ててほしいのは、この馬場に対して絶対コスト割くじゃないですか。そしたらね、まあ、そしたら僕もまあ、ゴレに対してプリンス割くんで、いやー、これ割く必要あるかな。割きます。いやー、バーバリアンにタワー落とされる気持ちったらもうね、複雑よ。ね。黄色い帽子かぶってる人見かけたらさ、もう街中で、毎日、バーバリアンのこと、バーバリアンに倒れたと思い出したよね。地獄の黄色い帽子。いや、強い。いいね。よろしく。ケツネクロでキング狙います。これ冷静に考えてください。ゴレ、なんだったっけ、ライドラ、ゴルナイなので、これ形組まれたら、勝てないんですよ。どっからどう見ても分かる通り。はい。勝てないです。普通に僕がどれだけズルしようか勝てないんですよ。けど、勝ちます。何言ってんだマジで。よいしょ。もうこういう攻めをねすると相手はね意外ときついんですよ。これなんです、クララにおいて大事なのは。本当か、大ピンチになるぞ俺。大丈夫か、もう一発、ナイス。いや、熱い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 。ババ行ってこい。いや、待って、ネクロさ、なんでしばかれてんの。うまい。あ、でもやっぱ黄色いおじさんマジで強いね。おいさあ、いやこれ見てわかる通り5コスやばいっすね。まあでもこれもしかしてよ、もしかしてよ、やんないけど、もしかして4コスとか3コスとかだけをやるとしたら、まあそっちはそっちでバカ強そうだな。なんか前回の6コスがあんま強くなかっただけであって、冷静にやばいね、単体のカードパワーが。まあ最近のクララが全部カードパワー高いんですけどね。特にね、プリンスムート、まあ圧着いるからか。これはペッカタンですね。これ、端前ばしたらおしゃれだけど、やりません。冷静に。いやー、これは馬場を出すべきなのか、出すべきです。ゴーストいなくて、あー、ジンヤちゃんペッカでした。さあ、ペッカだもん、これ。出た。黄色い帽子集団。いや、マジで、馬場さ、まあ、過小評価はされてるよね。まあ、5コスに馬場なら、他のカードでいいやってなんのかな。結構強いんですけどね。さあ、ラムの防衛が光っていきます、ここに来て。あ、ラムが、あ、めっちゃいい角度。殴られる角度まで素敵。いやー、だがしかし、ペッカ工場か、ちょっとうまいね。まあ、さすがに消える。いやー、このゴーストもったいねえな。エレキでね、美味しくいかれちまうんですよ。そんなんいかせるわけないやん、ムート。いや、ムートがとわに、そっちじゃない。俺のしたかったのでも。いや、で、だがいいみたいなのがある。めっちゃ入るよ、お前。え、めっちゃ入るよ。え、やばい、やばい。しかも、エレキを結構やってくれる。これ、エレキを内側に入れたいですね。相手陣地溜まっちゃうんで。で、出迎えてあげてからの、フルカウンター黄色おじさんパーティー。で、しかもよ、待ち合わせ出したら、ファイボがあるんや。どっからどう見てもファイボがあるんや。バルーンはファイボ打たれるとね、爆破しか入らないんでね。まあ、爆破入ればいいみたいなとこある。右サイドぶっちゃけどうでもいいかな。これ、ペッカ来ます。早めに。いや、めっちゃいいクローク。相手もうまいっすね。高めペッカで、クロークやられる前に。いや、これマジで、カウンター覚えとけよ。やばい。ガチやばい。待って!俺、普通に負けたくないんだよね。これでもさ、いや、じゃあ、生き得だよな、こんなん。いや、マジでいい。これは、ジャイ解けるんだけど、端前のこのムートと、圧着衣が結構いい味出すんで。いやー、全然いい味出さないじゃないか。いやー、あ、でもこれは熱い。エレキやってる、しゃしゃってんな。来ました。エレキとファイボ咲いたんで、まずカツンで U のさよならでしょ。で、プリンスも入らない。あ、止めれない。バルーンも止めれない。オーケー。気持ちいい。ナイス。いや、順調すぎるね。5個設計十分だな。グラチャレ。やばいよね。そんなことある。なんかまあ、施設系には強そうなんだけどね。テスラとかさ、インフェとかの持ちにはさ、ジャイとか止められたとしてもさ、バルーンとかラムとかどれかが通るじゃん。まあ、こういうデッキの強みってそれっすね。施設系とか、まあ、防衛が1枚2枚しかないデッキには結構強い。いやー、ゴルネ走るよな、これ。まあまあまあ。いやー、チョキ残んねえか。ゴルニーポイズンはレアっすね。デリバリー。さあ、ゴルナイディガポイだ。ディガをラムで拾います。右か、ケツです。まあ、ゴルナイディガポイ、こういう相手っすね。こういう相手に対して、例えばケツラもすると、テスラとか抑えてくれるわけですよ。なんでなんで攻めすぎじゃない君それ。コウモリはやばい。そう、テスラとか抑えたら、次のバルーンとかジャイとかがすごい通るっていうやつなんですけど、コウモリがね、犯罪。うわー、犯罪だ、これ。これでも冷静に端前ジャイネクロで終われないから。マジこれめっちゃ冷静です。ちょっと待って、コウモリ誘いたい。うわー、来ないか。いや、でもネクロいい。めっちゃいい。え？お前。やばいな。今のやばくないですか？ちょっと内側ディガーでね、ゴルナ延命しようとしてる。うまいっすね。これダックプリっすね。いやー、で、コウモリ回んねーからテスラを使わせたいのバルーンですね。ダック、デリテスラか。いやー、やるっすね。まあ、ダメージ的には、悪くないですね。悪くない。で、ロケットだったらぶっちゃけ絶望だったんで、まあ、そこは救いかなっていう。あ、ちなみに右だな、これ。ギガ拾えばいい話なんでね。簡単っすよ。ギガ拾えば負けないだけです。負けない。めっちゃ簡単じゃね？いやー、ポイズンやめてほしい。いやー、ゴルナイされたな。これでもジャイで、僕マジで勝ちたいんですよ。クラロワで負けるのってね、人生での敗北。言い過ぎ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 。今の俺じゃないっす、言ったの。第2の俺が言ってるっす。俺やないかい。めっちゃ強いやんね、このお前。え？出世したな。エフェクト変わってか。いや、コウモリやべえな。コウモリ読み、あちくい。いや、うまいね、あれしかも。めっちゃうまいんだけど。いや、うまい相手に勝ってこそ、楽しいのがね、クラロワよ。見てなさい。おじさん勝つから。こっちだね。あー、読み方ね。いや、めっちゃ守ってくんな。俺の相手。いや、冷静に。まだだね。時はね、まだだね。これさすがにタワー届かないでしょ。これでタワー届いたら、お前の。許さないかな。いや、マジである。本気で勝ちたいです。本気で勝ちたいのに相手もガチ。ああ！ああ！ああ！やばい。マジで渋い。さすがに？お前、絶対間に合わないやないかい。ああ、ずるです。守ってるだけやないかい。ほら、ふざけんじゃないよ。いやー、もう、これはもうね、しょうがないです。開き直ります。これはもうね、守ってるだけですもん。こんなん、クラローじゃない。もう、守るだけなら、クロスを使ってください。本当に。お、ディエゴビー来た、ディエゴビー、ディエゴビー、ディエゴビー。いや、マジでディエゴビーとかやってんだね。その世界大会優勝者の、優勝チームの一員だったやつですね。だからゴリゴリにうまいやつです。まあ、サジゴブカナリオディエゴビー。僕がめっちゃ好きな3人ですね。そう。チームリキッドの人ですね。まあ、ちょっと昔のプレイヤーかな。結構古参勢ですね。いやー、ゴルナイ墓石、ヤリゴブ、あー、これ、キョスケホグですね。マジで。よくわかった、俺。本気で。で、マジエチャも入ってます。いや、でもこれは、マジエチャ墓石取るのも入ってます。まあ、めっちゃ悪いかって言うと別にそんなわけでもないんだけど、特別いいかって言われたら別にそんなわけでもないからね。まあ、これは、いやー、マジアチャエロ？お前絶対マジアチャの、あれだろ。言えねえけど。言えねえけどよ。絶対マジアチャの、あんだ。いや、でもこれ墓石ないサイクルで、キョスケで受けてくる。逆転ムーブ。いや、これめっちゃ熱いよ。相手悩んでる悩んでる。墓石取るには間に合わんだろ。あ、普通に金銀取れねえか。いやー、まあそれいい受けだ。で、何言っても墓石来るんで、いやー、ここは、男の許容。巨ホグっすね。あ、じゃあ、ごめんなさい。巨助ドリルです。巨ホグは嘘つきました。いやー、同産巨助来るのやだからな。逆に行きます。そうです。挙取りです。いや、問題はマジックアーチャーですよ。あやつをどうするか。どうにもできないんだよね、僕。マジアーチャー。いや、これは救われたくね？熱々熱々。しかもトルネ使った。いや、結構熱いよ、マジで。いや、しかも今回のマジアーチャーに関しては、あ、違う、消えろ、早く。熱々。いやー、取れねえか？いやー、取れねえ、マジでちゃう。いや、墓石使ったらランも止まらん。やべ、俺も気をつけ止まらん。待って、ガチやめて。間に合う。うわ、ドリル防衛。それめっちゃいい防衛。あ、うまい。オシャンティートレネで、気をつけをバカに入れようとしたけど、すべてがミスってる、俺の相手 D5B。熱くね？ D5B ってそんなミスすんだなっていうぐらい。これは一番うまいのはキョスケで止めてからのマジアーチャーで射抜いてくる。いや、これさ、ゴルナイ使ったのはこっちだね。いやー、逆だったかな。いや、デリバリー強いって。負けました。冷静に無理と見せかけて、マジでワンチャンをつかみたい。ヤンチ取るね。お願い、お願い。お？ああ。ですよね。いや、でも、ワンチャン勝てそうだった。ワンチャン勝てそうだったよね。いや、まあ、さすがに、うまいね。さすがにうまいのと、まあ、ゴゴスだし。今日、ゴゴスだしっていうので、皆さん、許してください。はい。また、次回ね、なんかやります。ご視聴。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。では、お疲れ様です。